ミランに所属するトルコ代表 MF ハカンチャ、ハノールは、来季マンチェスターユナイテッドへ移籍する可能性が高まっているのかもしれない。その実現確率は 90% であるとも伝えられている。今シーズンのユナイテッドの試合はダゾーンで、つでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し見中、ミランで、背番号10を背負い、今季公式戦13試合、4得点4アシストを記録するなどチームの向上を助けているチャルハノール。だがミランとの在の契約は今季末で満了が予定され、契約延べに向けた交渉は難航していると伝えられている。ユベントスやインテル、アトレティコ・マドリードなども獲得に関心を示していると噂されたが、特に優位に立っているのはユナイテッドだと見られている。ミラン専門メディア、セ・プレミランは、独紙、ビルト記者からの独占状として、ユナイテッドとの契約に向けた交渉を進んでいると報じた。ユナイテッドは、今年夏、チャルハノールに接触し、その時点で、同選手の交渉は、すでに非常に進んでいる状況だ、とされている。夏の移籍市場終了間際にはユントスからのオファーもあったが、ミランが辞なかったとのことだ。ユナイテッドとチャ・ハノールとの間では、具体的な報酬額についての交渉が行われているが、来夏にフリーニーなチャルハノールの獲得には移籍金が発生し、いこともあり、交渉を有利に進められるとよ、されている。ユナイテッド移籍の確率を問わった、独紙記者は 90% と答えたという。両。